今日11時までにちょっと終われるようにするわ。ちょっと提出物が、提出物とツイッターとかちょっとやるわ。ちょっと疲れたかねって、やや顔赤いような。今さ、今ね、今日あれだったんですよ、おどんろの、あの通し稽古やってて、そう今日2回目の通し稽古だったんですけど、で前回の初めての通しの時が曲が全部入ってなくて、半分ちょいぐらいを通してやったので、今日最後の曲を残して全部今日は通したんですけど、で今大西ちょっと帰ってから稽古動画、今日の通しの稽古動画見てさ、もうさダメだわ大西ちょっと、もうダメ、涙腺がやばい、もうね、もうさやばい、もうピエンって感じ。もうこれ泣いちゃうよ、これ泣いちゃうよ、この作品泣いちゃうよ、本当にもうなあ、もうさ今稽古動画見ててさ、もうさ涙が止まらなくてさ、もうどうしよう、今もうさ内容をさ思い出しただけでさ、なんか電車の中とかでもさ病院でなんかやばやばい、どうしよう、なんかね、まあ、今回おどんろあれなんですよ、まあ、セリフがなくてっていうね舞台なんですけど、で、まあ、結構大西もねちょっと不慣れなもんで、不慣れと不器用なもんで、もうなんか今までは結構もうとりあえずそのカウントとか決まりのタイミングとかそういうのをすごいもう気にしながらしかできなかったんですけど、まあ今も若干そういう部分もあったりするんですけど、まだそう、でもなんかちょっと慣れてきて、体に、体と頭にいろいろ入ってきて、でちょっと違うところに重きを置いてやってみようと思って今日の通しやってみたんですけど、もうしこれ24公演やったかな、28公演やったかな、26公演やったかな、忘れちゃってんけどさ、まあそんぐらい今回公演数があんねんけどね、東京とか全部含めて、大阪、三重、高知、名古屋、大西の涙腺カラッカラになるんじゃないかなと思う、千秋楽の時、うん。いやばい、カラカラになっちゃいそう、なんか
毎日いっぱいお水飲まな、なんかその分水分足していかない、やばい。もう今思い出しただけでなんかね涙出そうなの、やばいわ。苦しい感情が、まだ最後のね一曲がついてないからどういうね感じで終わるのかとかはまだ鬼しも分かってないんですけど、ちゃんと久しぶりこの感情が。なんか舞台自体ちょっと鬼久しぶりになるのかな今回。去年の12月に舞台やってからはやってなかったからさ、素敵な作品に出会えたなってもうなんかすごく思うし、で今日の帰りもさ電車の中でさ、もうあと1ヶ月ちょいしたらもうこのこれともこの作品ともお別れなのかって思ったら、もう西寂しくてさ、もうロスってるのなんかわかんないけど始まってすらないのにもうロスってる、どうしよう、ほんとやばいよねそうなの、もうロスってる。あれと一緒よ、なんかさ普通に今家にいるけどさ、あー明日朝早くから朝早くに起きて何時にどこどこ集合か、あー帰りたいってならへん、それと一緒もう寂しいようにし最近はロスになる間もなかったよねって。ねえ確かに、なんかそれこそほんまに去年のさ時とかロスになんなかったんですよ舞台。そうなんかバタバタしてて、確かにね、なんか久しぶりにこの感情になってる気がする。確かにお稽古もねしっかり参加させていただいてるし、
わあ楽しみ。いやでももっと稽古したいなって思う。明日明後日ちょっと稽古の方はお休みだから。明日あれだよ、スモールワールズですよ、知ってました？それもツイッターでちょっと言いたいんですよね、この後。もう遅いでも言う遅いかもしれないけど言うね。何をするのってね、何するの。お西何にも来てないよ内容何も来てないけど何できるんだろう。そう、ステージは歌ったりはってする。ほんと何も来てないよ、お西とか情報。ミニチュア作れるのかなって思ってるけど、勝手に2、3曲歌うって。明日決めるのかな、そういう感じ。歌歌えるよって。歌歌えるの、小田とリンリンと歌歌えるの。大西やった服は私服かなって。え、マジ私服何着ていこう。何着よう。最近レッスン着しか着てないな。ね、まだ何も着てない。もうちょっとしたらメール来るんじゃないかな。さっきも着てなかったから。服買ったんじゃないのって。なんかしらある服着ていく。うん。うん、いつも何時間ぐらいやってるんやろ。室内寒いのかな。1時間をありがとう。室内は寒くない。 OK、 じゃあ別にあれか、その時は普通の服でもいけるけど、外が寒いよってこと？ OK。 普段お代理とマリアとリンリンで振りなしで歌う歌う。あ、結構ラフな感じなのね。アットホームな感じのイベントってことね。明日雨やでって。マジマジかよ。明日いろいろあるんですよね、 AKB 案件が。そう、移動多いから雨か。マジか。カウントダウン TV も発表されたねって。そう、そうなんです。カウントダウン TV も発表されました。3月28日です。新曲だよみんな。しかもフルなんだねって。 Yes I do。 ありがたいよね、こうやってフル尺でさ披露させていただけるなんて。嬉しい。カウントダウン TV、 お友達がいる。大西、そう、会えるかな。そう、幼稚園からね高校まで一緒だった友達、会えたらいいな。
そう、発売はまだまだだよねって。そう、発売は5月なんですよね、だいぶ早くからもうフル尺で解禁ということで。いやー、そっか、まだみんなは知らんねんもんな。なんかさ、めちゃめちゃ練習してるからさ、なんかあ、そっかって思う。まだそう、 MV も撮影したしさ、そう、そういえばみんなまだあの曲と振り知らんのかってなんかなるね。タイトルも知らんもんね。ねえ、マウントだ。せや、ここぐらいしかないんや、大西がみんなにマウントを取れる場所は。今この瞬間こういう時しかないから。セットリストなんでしょうとか、ツアーのそういうことしかもしれん。マウントみんなに取れへんから取らせてくれ。みんなまだ新曲の歌詞とか歌とか振りとか知らへんねんや。みんな、みんな知らんの？ちょっと待って、嘘。え、あれやで、 AKB の新曲やで。え、曲知らん？嘘。え、だってもうあれめっちゃ前にさ、曲来てたし、振りももうだいぶやってるけど、え、あ、そうなんや。あごめんごめんごめん。あ、そうかそうか、みんな知らんか。あ、ごめん、そっか、これまたメンバーしか、メンバーとお前一部のスタッフさんしかま知らんか。あ、そうかそうかそうか、あ、みんなはそっか、まだ知らんねん。あごめんな、なんか俺全然そういうつもりとはなかったんけどさ、知ってるかなって思ってて、実際そう知らんって思ってなかった。まあまあ、でも今月の末にね、あのフルでやるからさ、あ、まあまあ、でもそこで知れるしさ、まあ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 、どんどんどう言うたらいいでしょうか。まあまあですね。音がしたってね、音したね、怒ってはるわ。ね、怒ってはるわ、どんどんって。うん、今何時？お、48分、ありがとう。55分にじゃあ終われるようにしようかな。イエス。いやー、明日も楽しみだね、スモールワールズ。
桜が降ってきた。春色の空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつかんだ夢あ、ごめん、終わろうかな、鬼しちょってやっぱあああ、やっぱ終わるわ、ちょっとあ、なんか、あ、ごめん、仕事の連絡ちょっと返してくるわ、すまんな。すまんな。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、 MM ルールズアットマークギフの夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がツバッサー 59TH シングル59枚目シングル支払い期限今日までさん、ありがとうございます。イエイ。今日までだってみんなそして、6位がゆうなみねぎすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がけいじさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がさとまるさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がエイさん、あ、エイで合ってる、これ合ってるよね。おお、読めたじゃん。もう一回いくね。11位がエイさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がタカタカさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がマカロニ48さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバーイ。